大谷電団地とは、東京都足立区大谷電一丁目にある、日本住宅公団が建設しとし再生機構が運営する、賃貸型の住宅団地。正確には、大谷電一丁目団地。広場から見た、大谷電団地の住等中低層住宅が立ち並ぶ、大谷田地区の一角に、火災用水路に面して立つ。14階建て8棟、11階建て2棟からなる。 全部で10棟ある団地は、それぞれが異なった外観をしており、1374個の住居を抱える大規模団地である。団地敷地内には14店舗の商店街があり、他に銀行、郵便局、内科診療所、歯科医院、住居センターが、それぞれ1つ、区立保育園が2つ、そして代償様々な公園を備えており、ここだけでまとまったコミュニティを形成している。 また、広大な駐車場スペースや区営災害備蓄倉庫、タクシー乗り場が設けられているほか、団地住民の住生活の向上と改善のため、防犯用監視カメラの設置や、バリアフリー化改装工事などが進められている。各棟1階のエレベーターホール付近の表札に、日本住宅公団がなくなった後も、近年まで、日本住宅公団を大谷殿一丁目団地合棟と表記されていた。 しかし、同年より開始された各棟のエントランス、改装工事を機会に、順次新しいプレートに乾燥され、2008年1月をもって、すべての団地の表札が掛け替えられた。これらの団地の敷地には、もともと、日立系列企業の日立県機足立工場があった。1972年に、日立亀あ工場の茨城県土浦市への移転が、決定すると、日立建機も、 工場を移転することになり、跡地利用が問題となった。最終的には、日立が工場跡地を公共施設として利用することを希望したことから、高段住宅の建設が決定された。1977年の団地開設当時、この地域一帯は都市化開発が始められたばかりであり、片らを流れる火災用水路は生活排水の流れ込む川であるばかりでなく、バス路線も 未整備ででああるなど交通の便の便悪い地域であった現在ではこれらの諸条件は改善され、火災用水路は浸水水路として、近隣住民の憩いのプロムナードとなっているばかりでなく、交通事情も大きく向上している。団地住民が利用する最寄り駅への主な交通手段は、路線バスと自転車である。東団地には東武バスセントラルの営業路線が、 団地敷地の横を走っており、JR 常磐観光線亀有駅のほか、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス線や塩駅へ連絡されている。また、東京都道318号環状7号線内、八田立橋交差点の東和側からの亀有駅行き、千代田線綾瀬駅行きのバスも利用できる。最寄り駅への道のりあたり団地は、大谷電地区の南端中部にあり、 足立区を東西に横断してきた東京都道318号、環状7号線が、大谷電立橋交差点で大きく、南に曲がる屈曲部に位置しているほか、大谷電立橋交差点から飯塚橋へ続く、東京都道307号王子金町江戸川線と、接している。東側には、大谷電一丁目の住宅地が広がり、第一級河川、中川沿いには、 足立区立第十二中学校がある。中川を挟んで続く、葛飾区とは前日の飯塚橋で連絡されている。北側には、大谷田二丁目の住宅地があり、足立区立中川東小学校と東京都立、足立東高等学校があるほか、高層マンション、ボナハイツ中川がある。火災用水路を挟んだ西側には、大谷田三、四丁目の住宅地が広がり、 中川東小学校の向かいには、足立,区立中川小学校がある。団地居住の学童の多くは、これらの小中学校に通学している。東京都道307号王子金町江戸川線を挟んだ南側には、東京都下水道局、中川処理場と、その施設上に設けられた都立中川公園の広大な緑地帯が広がる。ありがとうございます。